はい、今日こちら、なんていうのかわかんないけど CC ツリーかな。CC ツリーの 3D プリンターフィラメンテ。ああ、これ何語だよ。まあフィラメントを買いました。まあね、PLA のフィラメントなんですけど、まあなんでしょう、まあ、特に、まあ、フィラメント的なところでは、まあ、PLA 的な観点で言うと特に、まあ、変わったところもなく、普通に195度から220度で使えますと。他に説明はないかな。説明はこれくらいか。本体の説明は。でね、何が違うかっていうと、まあ、パッと見は普通のね、白っぽいフィラメント。で特に、ね、説明書は入ってません。入ってませんでした、最初から。でね、この白っぽいフィラメント。あ、ゴミついてんな。よくわかんないけど。何がね、こう、通常と違うかというと、まず開けていきたいんだけど、この袋はこう、ジップがついている。優しいタイプの袋なんでしょうか。いや、ついていませんね。これはジップのついてない優しくない袋です。まあ、ここちょっと重くて、開けていく。でまあね、まあここ見てもらったらもう分かるんだけど、もうグローインザダークグリーン。まあ今回のフィラメントはどんな巻き方、ひどすぎじゃない、ちょっと。まあそこはさておき、まあね、今回買ったこの CC ツリーのこのフィラメントは、まあお名前の通り暗闇で光る、あの夜光塗料系の蓄光系のフィラメントです。あの光に当ててからね、暗いとこ持っていくと緑色に光るみたいなね、そういうタイプです。まあ今の時期ね、こうもうすぐハロウィンだし、ハロウィンにいいかなと思って買ったんですけど、たまたまね、今回あのツイッターで応募させていただいたら、こう当たっちゃった、あの朝日プレシジョンさんのね、ちょっとプレゼントの箱にもね、まあ、このフィラメントを使われてるということで、まあ、奇遇だったなと。まあ、まだちょっとあの忙しくて受け取れなかったんですが、まあ、月曜日ちょっと見てみようかなっていう感じですね。ではね、とりあえず普通にこう、まあ、iPhone 11 Pro でこう照らしてあげてるんですけど、まあ、しばらく光を当てます。でこの後ですね、部屋の光を消すとどうなるか。とりあえず部屋の光だけ先に消しました。でですね、まあちょっとパソコン周りとかディスプレイ光ってるからあれかもしれないけど、とりあえずこんだけちょびっと当てただけでどれくらい光るのかちょっと見てみたくないですか。でちょっと iPhone 外しますね。3、2、1。あ、ちょっとあの光りすぎて分かんないですね、いろいろ。まあ、光りすぎて分かんないんですけど、まあ一応これくらいの光でも、まあ、ちょっとは光ってくれると。正面でやったら分かりやすいのかな。あ、ペンが。もう局所的にちょっと当てていく。iPhone の光じゃちょっと心もとないかな。本当はね、こう、なんか、チャリンコ用のクソ明るいライトがあるんですけど、充電してないので、ちょっとね、そこはさておき。あ、もう分かるかな。じゃあ、あのね、あのクローマの主張が激しいんだけど。でもなんか蓄光の色はさ、消えるスピードはさ、速くない？なんかこうさ、こうつけて局所的に当てるじゃん。当ててから離した後からの、あのね、なんかじわーって消えてってるんだよね。なんか最初表面の方も光ってたんだけど、表面の方はこう光当ててすぐ離すと、もうほんとすぐなんかじわって消えちゃう。蓄光系のものってこんなに早かったっけ、消えるの。こんなになんかさって消えるもんだっけ。まあでもね、中の方はなんかまだじんわりぼんやりこう光ってるんだけど、まあ動けばじゃない、回せばこうね、こう光ってるところなんとなく動くから分からないけど、それにしてもね、なんかちょっとまあ心もとないけど、とりあえずこのね、なんかあの綺麗に巻かれてないフィラメントで、とりあえずなんかスケルトンとか作っていこうと思います。はい。